はいじゃあよろしくお願いしますえ。今回はフォーカスゴールドとの連動企画第5弾え。テーマは一歩上を目指す皆さんへというのでやっていきます。で、この動画何かっていうのを簡単に説明させていただくと、フォーカスゴールドという参考書があるんですが、その中にコーヒーブレイクっていうコラムのコーナーがあるんですね。 でそのコラムとの連動で、そのコラムにこのテーマがあるんですけど、そこに書いてある内容と、私、ハイチの独断と偏見というかね、意見を、こう、ミックスしたものを皆さんにお伝えする動画になっておりますので、どうぞね、最後までお付き合いください。で、今回はまあテーマにあるように、一方を目指す皆さんへということで、まあ、来年以降に受験生、受験をね、迎えられる方に向けたものにはなるんですが、え2つ分けてあります。 で、一つが、標準レベルを引き上げたい人へ。で、こっちは、基礎からね、頑張る人。今、その、勉強のね、学力レベルが満足いくものでない。で、そっから、どういったレベルの方でも、上を目指していきたいという方に聞いていただきたい内容。で、下がですね、難関レベルまで引き上げたい人へという、今現状、偏差値が60以上ぐらいを取れている方が、もっと上の難関レベルに挑戦できるようなものにしていきたいという、この二つに分けて話していきます。 でちなみに、フォーカスゴールド、えー、高校生向けの参考書になるんですが、えー、この内容、動画の内容は中学生とか、もう小学生が聞いても、ある程度ね、こう、なんだ、エッセンスを吸収できるものにしておりますので、まあ、ぜひぜひそんな感じで聞いてもらえたらと思います。では、えー、まずね、上の方から行きましょう。標準レベルをね、引き上げたい人ということで、まあ、シンプルです。書いてあることもね、そんなに版書も多くありませんし。で、 大切なのは学習へのほにゃららな姿勢をほにゃららことと書きました。で、これちょっと耳が痛い話かもしれませんが、すごく大事なことだと思っていて、ちなみにこれこのまんま同じ言葉が書いてあります。このコーヒーブレイクにね。まず学習への中途半端な姿勢を正すことっていう。 あの、毎回ね、このコーヒーブレイクの動画をやってて思うんですけど、これ、参考書にね、書いてあるコラムで結構厳しいこともちゃんと書いてあるんですよ。だからね、すごい好き。個人的には。だからもし皆さんフォーカスゴールドね、手元にある方で、なかなかそのね、コラムって読まない方多いと思うんです。私も現役時はあんま読まなかったので、あの、ちょっと時間見つけて読んでみてください。私が取り上げてるもの以外でもすごくいい話多いんでね。で、話を戻すとですね、何かっていうと、まあそのまんまなんですが、 勉強って当たり前なんですけど、中途半端にやれば中途半端な結果しか出ないです。で、そのことを理解してる方は多い。頭では分かってるんだけど、行動が中途半端な方は非常に多いです。私もともとこの活動する前に塾講師でね、普通に正社員で3年間働いてたんですけど、たくさんいろんな生徒を見てきました。で、その小別指導塾にいたからかもしれないんですけど、どちらかというと、こっちに該当する子が多いんですね。 偏差値50超えてるこの方がちょっと珍しいぐらいな担当だったので,で、やっぱり塾に入ってきて勉強はできるようにしたい、成績は上げたいっては言うんです。で、ある程度思ってるし、行動でも多少は見えるんだけど、やっぱり中途半端なので、結果がなかなか中途半端にしか出てこないっていうことが起こります。なので、この部分を一回兜のを締め直してください。で、その時のキーワードがあって、これが、 えー、完璧です完璧このキーワードを大事にしてください。でフォーカス・ゴールドは数学の参考書なのでもちろん数学メインの話にはなっていくんですが、まあ、この部分は特にどの科目でも当てはまる。でここに書いてあるんですけど問題を見た瞬間にに頭の中ででで再現できるまで繰り返す少なくともほにゃららかいいっていうでこれは厳密じゃなくていいんですけど一応ね あの、この、えっと、コーヒーブレイクの方にも書いてあったし、私自身も思うことなので、まあ少なくとも3回は反復しようねっていう話です。で、ここで、まあなんか、ここまで聞くと、もうなんかちゃんとやれよとか、繰り返しやれよっていうことだけ言われてる感じがするんですけど、少し着眼点を変えてほしい見方があって、これね、キーワードは完璧なんですよ。で、頭の中で再現できるようにしろって言われてるんですよ。ですけど、ちょっとで変えると、楽しろよって言われてるんですよ、これ。 わかります伝わるかな楽しろよっていう何かっていうとこの部分ね頭の中で再現できるっていうところえっと自分が見てた生徒に特に多かったまあ中学生が多かったんでね中学生に多くありがちなのかもしれないんですけど勉強イコールやっぱりこっちに行くんですよね発想としてはこれ親御さんも多いですちょっと綺麗になかったごめん座学ですねつまり座って学ぶっていう。 皆さん勉強机に座って参考書を開いてノートに書くじゃないですか。書いて勉強すること多いんですね。まあ、座学なわけなんですけど。で、例えば数学のね、できなかった問題を反復繰り返す。みんなが手元にあるワークを繰り返し勉強するときとかも、基本的に何度も何度も書く方いますよね。それは全然悪いことじゃないんですよ。別にいいんですけど。でも、頭の中で、例えば問題を見ます。数学のね。いや昨日できなかった問題、チェック入れてるじゃないですか。そこを見ますと。そこで、 解き方が頭の中で、こうやってね、流れがね、こういうこの公式を使って、ここにこう気をつけて、あ、そうだ、昨日この、あれ、薬文で間違ったんだ、なんて、ね、頭で考えながら、頭の中で再現するだけで十分な勉強なんですよ。だから、全部を座学に頼らないで三角に変えますね。頼らないでいいんです。これは、ずるじゃなくて、効率化なので、効率的にやんないと。やっぱ書くと時間取られるんで、いいですか なんで、この辺も大事にしてほしい。で、ちょっと話を戻すと、人っていうのはコンピューターではないですね。皆さん。私もそうです。パソコンじゃないんです。保存ボタンをポチって押した瞬間に完璧に保存ができないんです。だから、自分の中できっちり完璧に保存するというかね、できるようになるまではやっぱり繰り返すしかない。そこをちゃんとやるかっていう。 で、よく、例えば、完璧主義とかね。あと、これ、自分、心配性っていうのも結構、ニアリーイコールで話をするんですけど、いつか、完璧主義と心配性です。これ、勉強においては、私、すごいメリットのある特性だと思ってるんですよ。皆さんの性格の中でもし、完璧主義な方とか、心配性って思う方がいたらね。 この二つって結構ネガティブに使われやすいですよね。完璧主義もネガ、あと、心配性も。ですけど、やっぱり完璧主義な方っていうのは中途半端ってことが許せないので、きっちりできるようにするまでやります。で、心配性の方も、あ忘れてるんじゃないかなって心配になるので、結構完璧に近づけるからいに反復やってくれるんですよ。ただ、これがネガティブに、あの、デメリットの方で働いてしまうのが、やりすぎるっていう。だから、いいところでやっぱりこう手を、手を抜くというか、 よしちょ、切り上げて次に行こうっていうしないとす、スあとスピードが遅くなっちゃうんですよね。あの、進度が、進むスピードが。だからその部分の兼ね合いはあるんですが、まあそういった性格も生かしつつ、しっかり一個ずつ完璧にしていこうって。できるものをね、一回やったことを定着させていこうっていうのは、絶対に必要です。で、それが自分の中で、か、例えばね、さっき3回って言いましたけど、じゃ3回やったら完璧かって、そんなことないですよね。 問題のレベルにもよるし、皆さんの性格タイプにもよるわけです。2回、1回、もしくは1回でもね、この問題だったら1回で一生って問題もあるでしょうし、この問題とか私の性格だったら5回はやった方がいいかもしんないなって思うかもしれない。でも回数じゃなくって、皆さんが勉強してる中で、例えばね、さっき言った頭の中で再現した時に、 思い出し方あ、すんなり出てくるな。じゃあ大丈夫でしょとか。あ、引っかかったからまだちょっと必要そうだなっていうのは、皆さんが決めることなんです。自分で決める。他人に決められることじゃないから、ここに関しては。だから、その感覚というか、その部分を早く気づける。見出せた方は、やっぱり強いです。だから今ね、これ見てる方が何年生の方かわからないんですけど、例えば受験とか何かの試験とかね、例えば資格試験もあるかもしれない。 その英検とか数検もあるかもしれない。そこに向けてまだ月日があるんだったら早めにこの感覚を自分の中で見つけること。そのためにはたくさん勉強するしかない。時間を取るしかない。いいかなそれをぜひやってみてください。ではもう一個。難関レベルまでね、引き上げたい人へということで、ほにゃららの倍数の壁と書きました。これは私個人がすごいよく言ってることなんだけど、5の倍数の壁です。これ偏差値で考えてください。このコーヒーブレイクの中では60から65かな 今大体この辺にいる人がさらに65以上ですね。65以上とか、まあ、70とかね。こういったところを目指すことをまあ考えてるって話をしてたんですが、基本的にですね、50の倍数。つまり55とか60、65、70。その前もそうです。50とか45っていう。ここに偏差値の壁があります。で、大きい壁としてはやっぱりこの65。 この辺だとね、で、60もそうなんですけど、10の位が変わる、あ、ごめんなさい。あ、い,いた、1の位が変わるときとかね。で、ここがなかなか突破できない。はい。で、ここで結構心が折れて諦めちゃう子もたくさん見てきました。いいかな、ここは諦めないでほしい。で、そのために必要なのがですね、大切なのは、ホニャララとの出会い、そしてその先っていうね、何かなんかアニメのタイトルみたいになってますけど、これ何かっていうと、 できない問題です。つまり解けない問題ですね。この難関レベルを目指したいためにちょっとハイレベル層の皆さんです。に関しては、普通にワークをやってたら、解ける問題の方が多いはずです。その次元にいるはずだから。だから、できない問題の方がちょっとレアになってくる。で、その、できる、できない問題をどれだけできるにするかじゃないですか。まあ、単純にはそこですよね。これを、できる。 こうした瞬間にレベルが上がるわけでちょっと引きますね。ごめんなさい。少し入りまごめんなさいこの。この瞬間にレベルが上がると。だからそれをしていくしかない。まあ、地道にそこなんですよね。で、ただ、ここで大事なのが、たくさん問題をやって、できない問題と出会ってください。私がよく言うんですけど、できない問題との出会いはいい出会いなんです。へこみますよね。できないと。うわ、解けなかったって。へこむ方いるんですけど、いやいや、待って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 って。 普段の勉強なんて練習試合ですよ。言ってしまえば。練習ていうか練習試合の時の練習ですよ。運動で言うとね。その時にできないこと、課題が見つかってできるようにしたらレベル上がるんですよ。全部できるって1時間勉強しちゃったら確認にはなりますけど、レベルは上がらないですよね。だからできない問題との出会いってめちゃめちゃいい出会いなんですよ。ですけど、例えばですね、数学である問題がじゃあ、えー、問題があります。問いがありましたね。で、これをじゃあ解ける。 いう状態に持っていきましたっていうただこの経験だけにしてしまうと1レベルしか上がらないんですよつまりこの問題が解けるようになりましたっていう1レベルですね1レベルアップただこれで、ね、とこれでいくとですねちょっと地道すぎるし効率が悪い一つの問題からできれば複数レベル上がった方がいいですよねこの一つの問題解いたら3レベルアップした方が絶対に効率がいい と思いませんじゃあそうしていってほしいそれがそしてその先の部分ですでどういうことかっていうと数学特に前数学で言えることなんですが数学って大切なのはちょっとごちゃごちゃしてますね条件と,、えー、と結論これだけです大事なのは中学生で言うとこの部分「過程って置いてもいいかもしれないですね家庭と結論は中学2年生あの合同の証明のところで初めて出てきます つまり、家庭っていうのはもともと与えられてる、その使っていいものですよね。あの、AB イコール AC って書いてあるから、それを使って合同の証明、証明したかったと合同の、この三角形とこの三角形合同ですよみたいな結論を導くじゃないですか。で、使っていいもの、まあ条件も同じです。使っていいものね。与えられてるものと結論はゴールです。ゴール。これしかないんですよ。で例えば、この問題を解いたときに、この子のえ条件、まあ家庭でもいいです。まあ、あえて条件と言いますね。 条件ってなんだっけって。この問題のね。一つの問題の条件は何なのかなって。そこには A が整数とか、A が不正の数とかわかんないですよ。いろんなものが書いてあると思います。で、その条件の中で結論を導くわけです。それはいろんな条件、あいろんな結論がありますけど。で、そこを一個一個明確にしてください。解き終わった枠、後でいいです。解説を読んだ後でも構いません。つまり何が言いたいかっていうと、その問題では必ず条件と結論が当たられてます。こういっ こういった条件、こういった過程が揃ってる問題で、こういう公式を使って、こういうアプローチをして、こうやって解いていくんだっていう経験があって結論を導きますよね。そこがちゃんと頭の中ではっきり整理されると、類似問題が解けるようになります。単純にこの問題が解けるだけだと、ほんと数字とか変えられると対処できなくなっちゃうんですよ。 でも、ちゃんと、こういう条件の時に、こういう結論を導き出すためには、何をする必要があったのっていう、このアプローチね。この部分が分かってくると、類似問題、いろんな似た問題とか派生したものにも対応ができるんです。だって、条件は似てくるんだから、いろんな問題で。そうすると、1レベルアップだったものが3レベル、5レベルって、1問からアップできる。いいかな。で、これができるようになるのが大事です。このハイレベルの戦いを制するには。 いいですかさっきも言ったように、できない問題はすごくいい出会い。必ず最後、えっと、みんなのプラスになっていく。でも、どうせプラスになるんだったらいっぱいレベル上げようぜって、その時数学で大事なのが、やっぱりこの部分。条件と結論っていうのを一個一個の問題で整理していく。だから、いっぱい時間使って、一問でい。いっぱい時間使って噛み砕いて、吸収するものをいっぱい増やしていく。そういった姿勢でやっていくと、えっと、一気には伸びません。 ね、ード勉強は数学だけじゃないんだけど、いきなり、例えばね、一週間猛勉強したらめちゃめちゃ見違えたなんてことはなかなか起きない。特にこっち。難関レベルの子たちは、ここは地道だぞ。すごく。だけども、それを繰り返していくことでは絶対に伸びていくから。いいこれを両方ね、赤のゾーンの方も青のゾーンの方も絶対に伸びていくので、この姿勢を大事に一個一個積み上げていってもらえたらと思います。 はい。ということで、今回はね、一歩上を目指す皆さんへというテーマで喋らせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。